こんにちは、柴田です。今回は非常にレアなピックアップのご紹介です。おはようございます。そのレアなピックアップというのはトム・ホームズの H450 XJAPAN のパタさんが使用していることでも非常に有名なピックアップです。これがなぜレアかというと、もうですね、製造されてないんですよ。なので今かなり高値で売買されております。その激レアなトム・ホームズの H450 がですね、千葉管楽器さんに入りまして、マイスターのご厚意で僕のギターに乗せて試奏してみようということになりまして、なんとなんとですね、 H450 をこのギターに乗せていただきました。バーニーの RLC55、 日々カスタマイズを続けている僕の安ギターです。定価は5万5千円、中古だと3万円ぐらいで売っているので、トム・ホームズのピックアップは今6万円以上でやり取りされているので、このギター本体よりも高いピックアップということになります。普通はね、そんなことはしないんですけれども、今回特別にね、ハイエンドなピックアップを載せていただくことになりました。トム・ホームズには J シリーズと H シリーズがあって、 J シリーズは国産日本製です。そして H シリーズは USA 製なんですけれども、国産のトム・ホームズも3万円ぐらいでやり取りされていて、 USA も国産もどちらも値が上がってきてますね。国産のトム・ホームズに関しては僕のギターにも載せているので割と身近な感じがするんですけれども、 USA はですね、本当になかなか手に入らない。いつか出会えたらいいなと思ってたんですけれども、今回ですね、ありがたいことにこうして鳴らすことができました。鳴らしてびっくりです。本当にいいです。何がいいかっていうと、トム・ホームズってレンジがすごいんですよ。レンジの幅が広くて、いろんなジャンルに対応できる。まあ、それでですね、J の453というピックアップを僕は使ってるんですけれども、H450 をですね、今回鳴らしてびっくりしたのは、さらにレンジの幅が広くて、ナチュラル系のサウンドだとハイが非常にきめ細やかで、今度歪みにするとローがしっかりズンズン出る。しかもレンジは広いんだけど、密度は濃いっていうですね、非常にパーフェクトなピックアップです。ではこの後音を鳴らしていきます。